どうも、ささんです。以前の動画でスイッチボットというものを紹介したんですけど、皆さんスイッチボットって聞いたことあります？スイッチボットってどういったものかというと、例えばね、家電を音声とか、あとはスマホのアプリから操作できるようにするための、まあ、ロボットって言っていいのかな、まあ、そういったね、デバイスっていうか製品なんですけども、以前はですね、一応企業案件というかお仕事として、紹介のレビューの依頼をいただいてですね、実際動画で使ってみたんですけど、本当に便利で、自分でね買い足しました。そんぐらいね、本当に気に入って使ってるんですけど、まあ、例えばねこの部屋で言うと、今撮影に使ってる照明がね、画角に映ってないんですけど、この辺にあるんですよ。でこの照明の本来のスイッチっていうのはちょっとね、離れた位置、しかもデスクの下で奥まった場所にあって、押すのがね非常にめんどくさいんですけど、これをね音声でつけたり消したりできるようにしてます。ちょっと試してみますね。アレクサ、撮影照明消して。はい、こんな感じですね。すごくないですか。で、音声の場合はちょっとタイムラグがあるし、スマホから操作するにしても、まあ、スマホのアプリ起動するのがめんどくさいとか、そういった方のためにですね、こういうリモートボタンっていうのもありまして、今照明のスイッチを押すっていうね、動作をアレクサで実行したんですけど、その動作をね、このボタンに登録してあるので、これを押すとですね、はい、こんな感じでね、まあ、同じ操作が行えると、こんな感じでですね、非常に便利で、リビングの電気とか、あとはですね、お風呂を沸かしたりとか、まあ、そんな感じで使ってるんですけども、今回ですね、またスイッチボットシリーズのこちらですね、スイッチボットカーテン、レビュー依頼いただいたので、サンプル送っていただきました。ということでね、こちらこの動画で実際に試していきたいなと思います。このスイッチボットカーテンっていうのはね、まあ、もう名前にカーテンって書いてある通り、こういうねカーテンを開け閉めしてくれるロボットなんですよ。でね、使い方がいろいろあるみたいで、例えばですね、カーテンをちょっとね手で開けると、まあ、開けようとしてるっていうのをね、検知してくれて、そこから自動で開いたりとか、あとはこの照明みたいにスマホのアプリとか音声で操作したりとか、このボタンでね操作するっていうこともできるし、あらかじめね、何曜日の何時に開けて何時に閉めるとか、そういったねスケジュールを組むこともできるんですよ。これね非常に便利だと思うので、実際ね使ってみたいなと思います。はい、じゃあ開封していきましょうか。ちなみにこのスイッチボットカーテンはですね、両開きのカーテンの場合は2台必要になります。片側からしか開けないっていうカーテンは1台で大丈夫です。はい、中身がまず、説明書と、あとサポートのなんか URL みたいなやつが書いたカードもついてますね。説明書はねこれすべて日本語に、対応してます。それとこういったね半透明のクリップみたいなやつもついてました。じゃあ本体見ていきたいんですけど、あ、本体ねなんか思ったよりちっちゃいな。手のひらに乗せるとこんな感じですね。右側にね今何もついてないんですけど、カーテンレールに取り付けたらこうなんか蓋をするみたいな感じになるそうです。なるほどね、こんな感じなんだ。でね、これ充電式なんですけども、これは USB Type C 端子からの充電で、フル充電から8ヶ月使えるそうです。でこれね別売りで今回はないんですけども、ソーラー充電のねアダプターみたいなやつも売ってるらしくて、まあそれを使うとですね、一応ずっと使えるのかな、充電しなくても、まあ、良くなるのかもしれないですね。はい、じゃあセットアップしていきます。はい、電源が入りましたね。でこのアプリ側からペアリングするってことだと思うんですけど、プラスをして、カーテン表示灯が点滅するまで本体のボタン2秒ほど直してください。これもうやってますね。次へ、そしたらデバイス名リビング1にしておきましょうか。ルーム選択っていうのはなんかできないから、次へ。はい、そしたらカーテンレールの選択で、今この画面に表示されている U 型レール、ポールタイプ、I 型レールっていうね、3種類のカーテンボットが販売されてて、うちはね U 型レールなので、まあ、それを選んだんですけど、自宅のカーテンレールの形に合わせてね、間違えないように購入する方は注意してください。はい、じゃあ U 型レール選んで、動画説明と図解説明、図解説明でいきましょうか。とりあえずカーテン閉じた状態で1番目のカーテンクリップを、下げると、で本体をつけると、そしてスイッチボットカーテンが隠れるようにカーテン元に戻す、で移動距離調節とかまあいろいろあるらしい。なるほどね。はい、じゃあ実際にこのリビングのカーテンに取り付けていきたいと思います。じゃあまずは左から行きましょうか。左の端っこのフック
ックを一回外します。そしてこのスイッチポットカーテンをレールにくるっと入れて、でこの反対側にこのカバーみたいなやつをつけるみたいな感じですね。はい、これでいいのかな。そしたらこのね外したフックを戻す。これでパッと見ねスイッチボットカーテンが取り付けてあるっていうのは全然わかんないですね。はい、続いてアプリの設定も進めていきます。開閉方向選択でリビングのカーテン両開きを選びます。両開きの場合2台のカーテンが必要です。設定続けますか、確認。あ、この画面でもう一個同時にセットアップするのか。はい、もう1台開けてペアリング状態にしました。でカーテンを追加するを押してペアリングを開始、次へをできました。こっちはデバイス名リビング2としましょうか。じゃあ次へで右側も取り付けちゃいます。取り付けはねもう本当に簡単、もうこれでいいもんね。で戻すだけと。はい、 OK です。でカーテンの相対位置っていう図を見るとですね、リビング1が左、リビング2が右っていう風になってますね。リビング1をね試しに押してみると、はい、こんな感じで動いてますね。正しく認識されてるっていう感じで、もしね位置が逆の場合、今は正しいんですけど逆についてた場合は真ん中のね入れ替えマークみたいなやつをタップするとね、まあ、こんな感じでリビング1とリビング2が入れ替わると。はい、続いて移動距離調節いきます。上記の動画にカーテンが開く方向より下のボタンをタップしてリビング1のカーテン全開位置まで移動してください。左ってことですね。左へ移動を押します。お、すげえこれ。まあ、ちょっと画面見切れてますけど左まで行ったので、次へ、次へ閉まる方向ですね、行きます。すげえなこれ。はい、戻ってきましたね。そしたら次は右側リビング2に設定したカーテンを、やってみます。はい、端っこまで行きました。次へ、そしたら、まあ、閉まる方向と。はい、閉まりました。次は下のボタンをタップしてカーテンを全開位置と、全閉位置までもう一度移動してみてください。全開位置、次全閉位置まで移動いきます。はい、ちゃんと閉まるぞこれ、いいな。これで設定完了ですかね。でそれ以外の設定見てみたいんですけど、今ね左上にリビング1って書いてますね。これリビング2とセットってことで、リビング2は表示されてないですね。リビング1を押して左のボタンで全部開いて、右のボタンで閉めるってことかな。もう一回やってみましょうか。これでおお、いい感じねこれ、いい感じよこれ。はい、じゃあ反対のボタン押します。まあ音はねちょっとしますね、あんまり気になんないけど、まあうちの猫は気になってるみたいですけど俺は別に気になんないかな。じゃあ次は詳細を押して、はい、するとですね、あ、このどのぐらいまで開けるとかもねこのゲージを使ってできますね。じゃあ 50% まで開いてみるとかやるか。はい、するとこんな感じ。あとスライダーモード両側同時に開閉、これを分けて開閉とかするとさっきのゲージで右だけ閉めるとかできるのか。なるほどね。で左も閉めると、おお、すげえこれ。まあとりあえず両側に戻しておきますけど、あ、バッテリー残量も出てますね。右76、左78とか書いてます。で一番下のモーションモード、今高性能モードってなってるんですけど下の静音モードにすると、まあ、音が静かになるっぽい。ちょっとこれも試しましょうか。静音モードに切り替えるとカーテンの作動は小さくなりますがカーテンの移動は遅くなります。まあ別にこれはいいよね。じゃあこれで全開まで開けてみます。あ、確かに静か。あ、スピードも別にそんな気にならないかもねこれだったら別に静音モードでいいかもな。うん、全然いいっちゃいいぞ。じゃあ高性能モードで閉めてみます。いきます。やばい、めっちゃ猫がめっちゃ気になってる。じゃあ続いてスケジュールやってみます。
プラスをタップして、今日はですね何曜日だっけ、水曜日でした、確認したら。なので水曜日をタップしてですね、今6時45分なので、例えばね47分に全開にするみたいな、これでいいのか、これでチェックしておくと、お入りましたね、6時47分水曜日全開と。これでね2分ぐらい待ってみます。お来た、6時47分になったら自動で動き出しました。おーすげー、ちなみにこのスケジュール登録できるのは、何も一つじゃないので、例えばですね、月曜日から金曜日まで、はい、朝7時に全開になるように設定しておくと、そしてですね、大体仕事8時半に出発するんだよなってなったら、その時間にね、閉めるみたいな設定をしておくと、そしてですね、まあ、土日は設定しないとか、そういったこともできます。これ結構良さそうですね。朝ね、なかなか起きれないとかっていう人は、まあ朝勝手にね、カーテンが開くようにしておけばですね、いい感じで日の光が入ってきて、目覚ましもね、かけておけば起きやすくなるんじゃないかなと思います。で次なんですけど、右上の歯車マークタップで詳細設定、ここにタッチ&ゴーっていう風に書いてるんですけど、これが冒頭で話したカーテンをね手動でちょっとだけ、開けたり閉めたりすると、まあ、あとはねそれを自動で感知して、動作してくれるっていう感じらしいです。ちょっとこれもやってみましょうか。今ですねこれ有効になってるのでちょっと閉めてみます。お感知して動き出した。はい、なるほどね。じゃあ逆に開けてみます。いきます。はい、おすごいな、これいいね。はい、タッチ&ゴーがこんな感じ。じゃあ続いてリモートをペアリングやってみましょうか。このねリモートボタン開けたのでリモートペアリングタップ、新しいリモートボタン追加にすればいいのかな。でペアリングを開始、この2つのボタンを長押し、んこれ表示灯ついてない。今蓋開けてみたらこのバッテリーのね、ビニール取るの忘れてました。これでできるはず。あ、落とした。じゃあ2秒長押しして、お、できました。はい、デバイス名リビングカーテンボタンにしました。でこれで各ボタンのアクションに、全開で登録と、後ろのボタンが全閉で登録と。はい、これでねもう登録できたと思います。じゃあまず全閉からいきますね。押します。いいねこれ、これ良くないマジで。はい、じゃあ反対側の、全開のボタンもいきます。あ、なんかこっち反応早いんだけど、なんでさっき遅かったんだ、1回目だからかな。もう一回ね閉める方やってみましょうか。あ、早いわ、多分1回目だからだわ。さっきのこれ途中で開けるボタン押したらどうなるんだろう。あ、普通にすぐ開きましたね。じゃあ閉めます。やべ、猫がめっちゃ気になってる、マジで。気になってるね。じゃあ最後、クラウドサービスの設定もします。これを設定することによって、音声でね、操作できます。うちはですね、まあ、音声操作に対応させるためのやつが2個あるので、とりあえずね、ミニ1に登録して、Amazon Alexa。あ、2台のデバイス検出しました、表示。リビング1、これだな。これもう音声で操作できるのかな。アレクサ、リビング1閉めて。お、閉まるぞ。アレクサ、リビング1開けて。おー、登録できた。はい、という感じなんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、という感じで、こちらスイッチボットカーテン初めて、この動画の中で触ってみたんですけども、まず設定から言うとですね、まあ、そんなに難しくはないかな。まあ、以前私はですね別のスイッチボットシリーズ使ったことがあったので、まあ、スムーズにいけたっていうのもあると思うんですけど、まあ、そんなに難しくはないと思います。一応説明書全部日本語に対応してるし、まあ、以前ね動画も、私さんも上げてますし、他の方もね結構動画上げてるので、まあ、そういったものを参考にすればね、まあ、そんなにね難しくないんじゃないかな
ないかなと思います。で、機能面で言うと、カーテンの自動化、まああんまりね、こうアプリで操作するとかっていうのはまあちょっと俺もめんどくさいかなというふうに思うんですけど、スケジュール設定、これはねもう本当に最強だと思います。本当に朝弱くてなかなか起きれないっていう方にとってね、めちゃくちゃいい機能なんじゃないかなと思います。俺もね、よく生活リズム狂いがちなんですよね。まあどうしてもね、家でこうやって作業してるので、さっき撮影しやすいようにリビングのカーテンに、カーテンボード取り付けたんですけど、一回ね外して、寝室のカーテンにつけてね、今後活用していきたいなというふうに思っております。今回のねスイッチボードカーテン気になった方はぜひ概要欄からリンクチェックしてみてください。というわけで今回以上なんですけど、私さっさんこのメインチャンネル以外にサブチャンネルもやっておりますので、よろしければそちらもぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。Within each other to forgive and make